お願いします。ではまず今回のスタイルを作るにあたり目指したイメージとか女性像とかどんなところだったんでしょうか。ちょっとメンズライクっぽいような感じですかね。まあ、あんまり甘すぎず、辛すぎず、まあ、おしゃれ感の感じるような女性像をイメージしました。では具体的にどのようなカットをされたんでしょうか。顔周りはマッシュベースなんですけれども、後ろのウエイトをちょっとこう上げてるというか、少し、よりショート感が出る、軽さの出るような、ショートに仕上げてます。前髪はどれくらいで設定されてますか。前髪はまあ目ジャストぐらいな感じで、ちょっと鬱陶しいような感じなんですけれども、それがまあ透け感があると逆におしゃれかなと。そのバックのウエイトを上げるっていうことで、はい、それで軽さが出るってことですか。軽さ出ます。後ろから見た時にちょっとこうハンサム感が出たりというか、甘すぎないような、色はちょっと可愛いですね。そうですね、その分ちょっとカットでかっこよく、はい、そうですそうです。その辺のバランスで、甘くはならないとは思うんですけども、ちょっとおしゃれ感だったりとか、は、女性らしさを少し出しています。ではスタイリングをお願いします。スタイリングはもうラフドライ後にちょっとジェルワックス、ツヤ感が出るものと少しこうワックスホールド力がある、ワックスを揉み込んでっていう感じですかね。すごい簡単ですね。簡単です。なんか顔がしくしゅのコツとかあります。もう本当 ラフドライラフドライでラフドライでちょっと前髪、今回みたいにこう分けるのであれば、最後前から風を当ててあげて、少しパカッと分かれるぐらいでも、逆に普段はまあ普通にこう前に乾かしてくださいねって感じなんですけど、最後にこう前から風を当ててあげて、ちょっとこうセンターパートというか七三でもいいんですけど、少し前髪をかき上げてあげるとよりスタイリングのイメージがしやすいかなと。おでこがこう見えるのが可愛いですね。スタイリングの付け方はどういうふうに。もう根元からバッとつけてもらって、最後毛先はつまみながらデザインするような感じですかね。その時にこの前髪の立ち上げのあたりもちょっと、そうですそうです、最後の方で。なんか今回は前髪ちょっと立ち上げて分けて、はい、かっこよさがありましたけど、それ以外のアレンジで何か変化をつけるんですか。アレンジはもうカットベースはマッシュなので、そのまま前にこう下ろしてもらって、可愛い系で仕上げていただいても全然大丈夫です。気分で、なんか今回のスタイルとまた別でもいいんですけど、まあ、一応ちょっとまだ先なんですが、2024年、はい、来年、どういうスタイルとか、まあ、カラーでもいいですし、カットでもいいですし、どういうスタイルに注目してますか。やっぱ短めですかね。短めとやっぱりカラーデザインでのこう幅、カラーでの幅ですよね。まあスタイリングってそんなに、ヘアスタイルってそんな変わらないと思うんですけど、まあ、色でやっぱりこう差別化というか個性を出していく、まあ、今も時代ですけど、まあ、そういうのがよりこう多くなってくるのかな。特にこういう系統の色みたいな、系統はあれですけど、やっぱりブリーチして、まあ、色のこうできるできないがないような、こうニュートラルな状態にブリッジをして持っていった方がいろんなこう楽しみ方ができるかなと。し、まあ、発色もやっぱり綺麗なので、なんかその色味がちゃんと出るような、そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。